桐生さん。準備はできてるようだな。ハワイに行く者はこの車に乗れ。ご無事で。みんなのこと頼みます、桐生さん。お前もな。またここで会おう、カスカ。見張りからの連絡だ。とりあえずはまだ感づかれてる様子はなさそうだぜ。ご迷惑をおかけしてすみません、村長。人目を避けられる場所がここしか思い浮かばなくって。女子供を追い返すほど腐っちゃいに。それにしてもお前がここに戻ってきちまうとはな。それも大勢連れてきやがって。申し訳ありません、村長。お世話になります。世間じゃあんたは凶悪犯って触れ込みだ。確かにおっかねえ顔してやがる。けどよ、俺は自分で見て感じたことしか信用しねえたちでな。あんたはそんな悪さができる男じゃねえ。ほんと顔はおっかねえけどな。二度言わってくださいよ。ありがとうございます、村長の恩義。必ずお返しします。ま、しばらくはおとなしくしておけ。また見に来る。村長のおかげで助かった。すまなかったな、春日。いえ、無事って言っていいのかあれですけど、こんだけ世間の目引いてる中で落ち合えたのはラッキーでした。そうだな。だがここで隠れ続けるわけにはいかない。海老名の動きは早い。ネレ島の廃棄物処理計画が稼働すれば多くの清流会の連中が利用される。そうなる前にこっちから手を打つしかない。ええ。ご無沙汰してます、春日さん。久々の日本はどうです？日本？なんで俺が日本にいると思うんだ？さすがに引っかかりませんか。でも無駄ですよ。ドワイトの部下から春日さんが日本に渡ったことは報告を受けています。ブライスとはビジネスパートナーなもので、大方桐生さんもご一緒でしょう。桐生さん、何のこって。何のようだ、海老名。桐生さん。いい、春日、俺らが合流してることくらい海老名の想定の範囲だ。そういうことです。それより嬉しい報告がありましてね。私どもの極道社会復帰プログラムなんですが、昨日政府から正式にゴーサインが出ました。そりゃあおめでとうさ。なんだ、わざわざそんなことを言いに電話したのか。ええ、喜びは分かち合いたいタイプなもので。はっ、そうかい。あとついでにもう一つお伝えしておくことがありまして。あ？ネズミを一匹捕まえましてね。それはそれはでかいネズミだったんで、
春日さんにもお見せしたくて。頭。私が彼の裏切りに気づいていないとでも思いましたか。全部知った上で計画が軌道に乗るまで泳がせていただけですよ。実際沢城さんには全国の極道連中をまとめ上げるのに随分活躍してもらいました。沢城どうするつもりだ。やはりお前の目的はヤクザへの復讐なのか。わざわざこんな見せしめみたいな真似までしやがって。復讐。さてどうでしょう。これをお見せしたのはあなた方を釣る餌になると思いましてね。こういうのは見捨てられないんでしょう。あんたらみたいな人種は。俺のことは構うな。ああ失礼。明日22時ミレニアムタワーの最上階にお越しください。もちろん来なければこのネズミが死ぬことになります。では。人質で釣ってきたか。俺たちを探しあぐねてる証拠だね。ああ計画の真相を知ってるのはもはや俺たちだけだろうからな。人質に取るくらいだ。お前と縁のあるやつなんだろ沢城ってのは。ならお前が行かねえわけがねえ。なあにこんだけ手だれが揃ってりゃなんとかなるだろう。いやどうも海老名ばかりにかまけているわけにはいかなそうだ。先ほど元青龍会現 NPO 法人ブリーチジャパンの掲げる社会復帰プログラムを日本政府が正式に承認すると発表されました。政府とブリーチジャパンは以前から水面下で調整を進めていたと思われます。発表に先立ち元青龍会組員を乗せた大型客船は先週に日本を出発、本日未明にホノルルシティの港に到着しました。現地ではハワイ州知事と当プログラムの現地協力団体パレカナ代表ブライス・フェアチャイルド氏がブリーチジャパンの副代表三田村英二氏を歓迎しました。あの野郎。第一波がもうハワイに。船は明日にもプログラムの現場となるネレ島に出発する見通しとのことです。ハワイの方も明日には組員を乗せた船が島に向かう。一度島に送られてしまえばハワイ州も日本政府も彼らのその後なんて気にもしない。厄介者が片付いたとしか考えないだろう。そんであとはブライスの奴隷として死ぬまで核処理施設で酷使される。胸くそ悪い。日本もハワイも待ったなしの状況ってことね。どうする。二手に分かれよう。危険だがどっちかをほっとくってわけにはいかねえ。カスカ、海老名は俺にけじめをつけさせてくれぬか。お前はハワイでブライスを止めてくれ。何かあったんですか。少し二人で話したい。あくまで憶測だが海老名の出生についてだ。海老名。向こうで話そう。先に行ってる。あの、うん、いえ、
一番。うん？ねえ。さっちゃん、ありがとうよ。ううん、ありがとうよ。キリュウさん。話が事実ならお前たちはイボ兄弟ということになる。お前が荒川の子かどうかもはっきりしていない上での話だが、親が黒と言うなら白いもんでも子は黒と言わなきゃいけない。それがヤクザの掟だ。エビナはこのくだらねえ掟のせいで道を外しちまった。俺はそう思ってる。ああ。氷川興産の組長、つまりエビナの祖父は、てめえの娘と荒川に婚姻を迫った。二人の気持ちなんて考えもせずにな。そして、アカネさんとの愛を貫こうとした荒川をアカネさんもろとも始末しようとした。氷川は何に怒ったか、娘に恥をかかされたことか。そうじゃ、自分が黒と言ったものに荒川は白と言った。たったそれだけのことが氷川には許せなかったんだろう。結果、海老名は父親もおらず、母親は早くして亡くし、ヤクザの子として過酷すぎる人生を歩まざるを得なくなった。これは何も特別な話じゃない。似たような悲惨な話はこの目で何度も見てきた。そういう古いヤクザのあり方を俺には変えるチャンスがあったんだ。東条会四代目としてな。だが俺はその道を選ばなかった。だから桐生さんが責任を取るってんですか。
海老名の人生を巻き戻せるわけじゃねえ。今さら責任なんて取れるもんじゃねえことは分かってる。だがこのままあいつが道を外し続けて二度と引き返せないところまで行っちまうのはせめて止めてやりたい。それが古いヤクザを生きちまった俺なりのけじめのつけ方だと思っている。だからカスカ、お前はその後を頼む。どんな時代にだって世間の枠組みからどうしても外れちまう奴らは出てくる。俺たちみたいにな。そいつらが自分は生きてていいんだって思える場所をお前が作ってやってくれねえか。俺はヤクザの過去を引き受ける。お前にはヤクザの未来を頼む。くよ、勝って言いやがる。とんでもねえ宿題背負わせるじゃねえか。でも引き受けますよ、キリュウさん。俺がハロワで働こうって思い立ったのも多分どこかで似たようなものを目指してたからだと思うんです。ありがとう、カスカ。ただ俺からも一つお願いがあります。ん？どうせあとわずかの命だ。海老名を止めるためなら自分が死んでも構わないなんて考えはなしですよ、キリュウさん。あんたは生きて生き抜いてから死んでください。死んで一抜けたなんて俺が許さねえ。ことが済んだら大海さんの尻拭いを手伝ってください。あんただって片足突っ込んだ当事者なんだからよ。分かった、約束する。お前に説教を食らうとはな。長く生きてりゃこういう珍しいことが起こるんですよ。この後にもきっといっぱい待ってますよ。そうか、そうかもな。ええ、そうっすよ。なら俺からも一つ説教しておくか。はい。お前サエコに何言ったんだ。歴戦のキャバ嬢をあんだけ怒らせるなんて相当だぜ。やっぱまだ怒ってましたか。プロポーズしたんだよな。はい。そんでこっぴどく振られました。難波と足立さんにも反省会してもらってめちゃくちゃ謝ったんですけど、もう剣もほろろで。情けねえ声出すなよ。あ、そうだ、キリュウさんからも何かアドバイス。いや、キリュウさん女っ気なさそうだしな。おい、今なんつった。いや褒め言葉としてですよ。失礼なやつだな。俺にだって恋愛経験はある。え、そうなんですか。すみません、結構マジで意外でした。え、じゃあプロポーズとかしたことあります。当然だ。マジっすか。参考までに何て言ったか覚えてます？プロ
ただ好きだったって言っただけだったな。好きだった。あ、はあ！ん？バカだ。俺はとんでもねえバカ野郎だ。おい、どうした？悪い、緊急事態だ。誰だってめえ。大道寺一派か。いちいち仕事を増やしてくれるな、桐生一馬。花輪の待機指示を無視した挙句、今やちょっとした有名人だ。お前は死んだはずの人間だというのに、この状況が我々との重大な契約違反であることを分かっているのか。しかし実にいい仕事をしてくれたのも確かだ。保護対象である茜のみならず、本件のキーマンとなる少女ラニの確保、そして両名の日本への移送、強靭な精神と卓抜した戦闘能力、そして春日一番とのつながりお前以外にやり遂げられる人材はいなかっただろう。まるで俺がお前らの思い通りに動いたみたいな言い方じゃねえか。そんなことはないさ。だが結果として我々にとって好都合な状況になったのは確かだ。今お前たちが考えていることは想像に難くない。青龍会組員がネレ島に送られるのを阻止したい。そうだ、その思いは我々も同じだ。日本政府はネレ島の廃棄物処理を認めたんじゃねえのか。勘違いしているようだが、我々は民事党とつながることで国の舵取りに関わってきた。しかし4年前、青木亮の失態により民事党は急速に支持を失い、野党に下った。つまり現政府は我々とはむしろ政敵と言っていい。へっ、要は敵の足を引っ張りてえってことか。そうすりゃまた自分たちに政権が回ってくるかもしれねえ。捉え方は自由だ。秘密裏に渡航できるようプライベートジェットを手配してある。準備が整い次第いつでもハワイに迎えるだろう。利害が一致した時は随分と協力的なんだな。高度な政治的判断と言ってもらいたい。だがお前たちに手を貸す決断に至った理由は別にある。花輪には毎日報告書の提出が義務付けられていた。普段は状況を簡潔にまとめたものだったが、ある日珍しく書簡が添えられていてな。お前たちについてだ。彼らは私利私欲に走ることなく、自らの使命に文字通り命を懸けている。敬意を払い対等に接すべき対象であり、それこそが我々の目的達成につながる道だろうとな。結果的にそれが花輪の最後の報告となったが、あいつはめったに人を褒めなかった。感謝するんだな。プライベートジェットは明日の朝出発だ。ハワイに行くメンバーはしっかりと準備しておくことだな。この国の未来、俺たちいつの間にかすげえものを背負い込んじまってたんですね。おじけづいたのか。まさか。トミー、足立さん、ハン・ジュンギ、チェちゃん、もう一度俺とハワイに渡ってくれるか。ああ、とっくに腹は決めてるぜ。
ナンバー、ソンヒ、サイコ、チョウ、お前たちは俺と一緒にミレニアムタワーに来てくれるか。もちろんですよ、キリュウさん。明日、全てに片をつける。今夜はしっかり影響を養ってくれ。威勢がいいな。英気を養うんならこいつがいるんじゃねえか。うひょほほほ、いいんすか村長。当然貸しだ。だから生きて帰ってこい。そんできっちり払ってもらう。村長、ありがたくお言葉に甘えさせてもらいます。安心しな、お嬢ちゃんにはジュースとお菓子もあるからな。眠れねえのかい？何？一番。あ、悪い。驚かせちまったかい？あ、いや、大丈夫。一番こそ寝ないでいいの？ああ、緊張してるわけじゃねえんだけど。なんだか眠れなくってよ。そっか。あのよ、さっちゃん。うん、何？さっちゃん、もしもお互い無事に戻ってこられたら、俺改めてさっちゃんに言いたいことがあるんだ。その時は俺の話聞いてくれるか？ちょっと何？頼む、一生のお願い、ここで使ってもいい。いいよ、わかった。じゃあお互い生きて帰らないとね。気ぃつけてね、さっちゃん。そっちも。じゃあおやすみ。ああ、おやすみ。なんか
寝れそうだわ。寝れないの？日本は久しぶりだからごめんなさいね。大丈夫、ありがとう。ずっと一緒にいて。あかねはパレカナが好きなんだよね。そうね、私にとってとても大切な場所。じゃあ今度は私があかねを守るね。あかねの大切な場所を私が守る。何？私にはそれができるはず。だからもう茜も安心して寝ていいんだよ。ありがとうラニ、とても嬉しい。さあ、まあ、おやすみなさい。うん、おやすみなさい。ありがとう。どこへ行くつもりだ？逃げたりしない。朝までには必ず戻る。だからお願い、私に時間をちょうだい。準備はできてるようだな。ハワイに行く者はこの車に乗れ。ご無事で。みんなのこと頼みます、キリュウさん。お前もな。またここで会おう、カスカ。キリュウさん、大丈夫かな？俺たちはこっちでやるべきことをやるだけだ。難波さんたちもついてんだ。大丈夫だって。だね。ブリーチジャパンの船はすでにネルトへ出航しています。我々も早く後を追いましょう。とはいえ焦りは禁物だ。しっかり準備は整えようぜ。俺たちの戦いは気流たちに託されたものでもあるんだからな。ああ、気合い入れていこうぜ。
みんな準備はいいか。さっさと終わらせて、茜さんとらには安心させてやろうぜ。お、じゃあ行こうぜ。まだ島は見えねえな。ええ、ですが進路は間違っていないはずです。どうしてよ一番、らしくもなく浮かない顔しやがって。いや、ちょっと気になってたよ。何が？ネレ島の場所はブライスにとってトップシークレットのはずだ。でもそれにしちゃ簡単に情報が割れた気がしてよ。おっしゃいますね。人工衛星をハッキングした上に衛星写真の分析まで行うのはなかなか骨が折れましたよ。ああ、絶対に不可能ってわけじゃないかもしれねえが、そう簡単な方法じゃない。それでバレるリスクってのは本来相当低いんじゃねえか。そうなんだけどよ、相手があのブライスなのが引っかかったら。もしかすると、ブライスは島の場所が最悪漏れても構わねえ算段なんじゃねえか。え、はあ、それはどういう。なんだなんだ。なんだありゃ。さっき言ってたのはこのことですか、春日さん。ああ、悪い予感が当たっちまった。どういうこと？ネレ島の場所がもしバレてもたどり着けないようになってるんじゃねえかってことだ。おい、こいつがそうだってのか。何にせよ、奴を沈めないと船がやられます。ああ、こんなとこで食われるわけにはいかねえ。クロ！化け物どうしろっつんだよ。どうするもこうするもやるしかねえ。とにかくあのでっかい頭ぶっただけ。調子がいいぜ。うらぶちかまっ。よし、はいはい、お願いします。デリバリーよろしく。公務執行妨害でしょっぴたる。ガンガン行くぜ。みんな、俺たちの絆
こんなのに噛まれたらひとたまりもないわよ。確かに守りを固めることも考えるべき。手を打たねば。いつでもいいぜ。ビビってんのか。これですね。寄るんじゃねえ。あっ、さっさと終わらせる。これで無理を決めるか。回復ですね。やめてくれ。じゃねえぞ。ビビってんのか。よし、やんのかい。いつでもいいぜ。回復しとくか。
ついの行くぜ。ありがとうよ。しっすぎたわ。くっそ上がらねえ。行くぜ。どぎついの行くぜ。あっしょ。はいはい、お願いします。デリバリーよろしく。掴めたんじゃねえか。また強くなっちゃう。死ぬかと思った。ちょっと覚悟はしてきたはずでしょ。いや
すがに予想外すぎるってこんな。まったくだ。世界は広いぜ。ネレ島侵入を試みる者は奴の胃の中に収まることになっていたのですね。さすがにブライスがあいつを手なずけて俺たちに仕向けたとは思えねえ。多分何も考えずに島へ向かうと奴の縄張りに足踏み入れちまうんだと思うんだ。つまりネレ島に行くには本来島の場所ともう一つのキーが必要なんだ。お、カイロか。ああ、その二つがセットになってねえと島に行く前にくたばるトラップになってるんだ。島の場所はトラップに引っ掛けるためのむしろ蒔絵に近い。つまり我々はブライスにまんまとはめられたということで。けどそのトラップを今まさに力技でこじ開けたところでしょ。そういうこった。さあ改めて出発しようぜ。みんな、ついに来たな。ええ、波止場が見えるが、なるべく目立つのは避けてえな。ああ、忍び込んで上陸できそうなところを探そう。